回のタイトルはカルダノのプロジェクトカタリスト、コリニチ指導のイノベーションの新時代に突入、自律的なエコシステムに力を与える、です。ぜひ最後までお付き合いください。カルダノエコシステムは約1億1112万ドルであるロックされた総価値 TVL を増やすためにプロジェクトカタリストを通じて拡張可能なアイデアを講演することを求めています。カルダノネットワークは来年のビットコインの半減規模に予想される強気市場に備えて不安定な市場の中で開発プロジェクトを拡大する意向です。さらに分散型アプリケーションを通じて世界のユーザーに経済的アイデンティティを提供することを意図しています。取り組むべきレーザーに焦点を当てたミッションを持つカルダノネットワークは145億ドルの完全に希薄化された時価総額エコシステムに成長し、24時間の取引量は約2億7600万ドルに達しています。機関投資家が分散型金融市場に絶大な関心を示す中、カルダノネットはスマートコントラクト機能の微調整に大きく注力してきました。先月中旬、カルダノネットワークは安全な環境を通じてクロスチェーンの相互運用性を強化するためのアップグレードを発表しました。カルダノのコミュニティの力を解き放つプロジェクトカタリスト、レイヤー1ブロックチェーンの競争が激化する中、カルダノネットワークはコミュニティメンバーを巻き込んで現実世界の実用性を備えたプロジェクトに資金を提供する旅に乗り出しました。カルダノのプロジェクトカタリストはすでに4772件の提案に投票し、合計176万4255票が投じられました。注目すべきはカタリスト資金調達プログラムを通じて1255以上のプロジェクトアイデアに4800万のエイダが発行されていることです。さまざまな国から6万人以上のメンバーが参加しているカタリストの次のフェーズでは共同開発の力を解き放ち、自立したエコシステムに力を与えることを目指しています。最近の発表ではカタリストプログラムは特別投票イベント SVE を発表しており、スナップショットの日付が決定した後すぐに発表される予定です。カタリストプロダクトリードのハリス・ウォーレン氏はコミュニティの同意によってファンド店が定義されるため、今後の投票イベントはカタリストにとって重要な瞬間になると述べています。重要な投資判断にコミュニティを参加させることで弱気市場の中でのファット危機にもかかわらず、カルダノのグローバルネットワークは強化される体制を整えています。特別投票イベントとはプロジェクトカタリストファンドのサイクルの外で行われる投票のことです。カタリストのツールを使ってイノベーションやプロジェクトカタリストに対応しない決定についてコミュニティの同意を得るための手段です。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。